I am running for you。写真家米美智子です。今日は、秋田県の鳥海山麓にある元滝に来ています。すごい久しぶりに来るんですけれども、今は結構もう観光スポットになっているので、駐車場が整備されてたり、今なんか出店みたいなのも駐車場で出てましたね。今雨止んだんですけど、朝から結構な雨が降ってたので、さすがにね、観光客の人が今日は少ないので、ゆっくりと静かに撮れると思います。もう何十年も前からあの熊出没注意があってドキッとするんですけれども、何年何月に出たって書いといてほしいですよね。写真家米美智子です。今回は滝とか渓流の撮り方をご紹介したいと思います。やっぱり水の流れですからね、シャッタースピードとか、あと PL での反射の出し方とか、そういったものが大切になってきますので、よかったら見てみてください。霧見てる気がする。雨上がりだから霧があるといいなと思って。おなじみ元だ、伏流水ですね。本当の元滝はこの奥なんですけど、ここはもう随分何十年も前から崖崩れで通行止めになっているので、まあ、いわゆる元滝っていうとみんなここに、を目指してきます。観光客の人いますね。
回は渓流の撮り方をご紹介しました。やっぱり流れの描写が一番大事になりますので、シャッタースピードをいろんなシャッタースピードで撮っておくのが大事になります。それから PL フィルターを使って反射を調整する、以前 PL フィルターの使い方の動画を上げていますけれども、やっぱり反射を撮る出すではなくて、どのぐらい反射を出すのか、どのぐらい残すのかっていうのがとても大事になりますので、渓流撮影の時も三脚にカメラを置いて、同じフレーミングでシャッタースピードを変えたりとか、PL の効き具合を変えたりとかしてみてください。それから高濃度の ND がちょっと最近流行ってるみたいなんですけれども、私は1枚も持っていません。なぜならば、必要としていないからです。スローシャッターにしたいんであれば、ちょっと暗い時ですね、雨降りとか曇りとか、それから早朝夕方に撮りに行けば、勝手にスローシャッターで撮るしかなくなってしまいますから、ND を使うことは必要ありません。晴れた日にスローシャッターにしようとするのはもうその時点で無理があります。でそこで高濃度の ND フィルターを使って流れだけ真っ白にすると、もちろんそこは白飛びしますし、あとはその周りに映っているそのお天気、いいお天気の空気感とその流れの描写が全く合わなくなっちゃうんですね。そうすると自然を撮ってるのに出来上がりが不自然になってしまいます。それはもったいないですよね。ですからいいお天気の時はいいお天気なりの撮り方、スローシャッターにはできないので、早いシャッターでうまい感じの作品作りを考える。そしてスローシャッターにしたいんであれば、光量が少ない条件の時に撮りに行くというふうにしてみてください。そうなると PL フィルターだけで十分渓谷の素晴らしさを伝えることができます。やっぱり、渓流は水辺ですから、必ずブロワーは持っててください。例えばちょっとした、滝みたいなところだとこうしぶきが飛んできたりしますから、そしたらピッピッピッというふうに、レンズの水滴を取って、家に帰ってから、あ、ここにも大きな水滴がついてるっていうふうにならないように、ブロワーですねは、必ず、手の届くところに、置いておいて、ポッケに入るんだったら入れておいて撮影を楽しんでみてください。それでは次回お会いするところで、さようなら。